今回は最新話1074話で確定したあの人物の正体とある人物の不思議なシーンについて考察していきます。ネタバレを含むのでまだ見ていない人は今すぐ本屋さんに向かってくださいね。前回の1073話から始まった風の女神シリーズ、アガサ博士は原作だと数年ぶりの登場だったけど、警察に捕まったり誘拐されて足に大怪我を負ったりなどかなりひどい扱われようでしたね。今回紹介する1074話はその続編。前回登場したあの人物の正体が確実になった一方で不思議なシーンも登場しています。一体どんな内容なのか、まずはこれまでのあらすじを紹介しておきましょう。前回の1073話では神奈川県にある超人気のレストランに行くところから始まります。小五郎、ラン、その子の3人が先に到着し、コナンとアガサ博士の到着を待っていました。車で向かっていた博士とコナンでしたが、スピード違反で女性の白バイ隊員に止められてしまいます。違反の手続きをする中、白バイ隊員の女性はコナンを見てなぜか敬礼。コナンはそれを不思議に思いつつも、その場は特に何事もなく終わりました。その後博士とコナンもレストランに到着します。ところが博士は別人の社長に間違えられ、なんと車で誘拐されてしまったのです。異変をすぐに察知したコナンは博士の発信機の情報をもとにスケボーで追跡を開始。小五郎とランも車でコナンに続きます。高速を走っている犯人の車を見つけたコナンは車に接近し犯人を睨みつけました。するとコナンに気づいた犯人はあろうことかコナンに車で体当たり。陸橋で体当たりされたコナンは宙を舞い陸橋の下に落ちそうになります。後ろを走っていた小五郎とランもその絶体絶命の状況に大絶叫。こんなところでコナンが死んでしまうのかと思われたところ、後ろから猛スピードの白バイがやってきてコナンを空中でキャッチし、なんとか死なずに済みました。コナンを助けたのは萩原千早という白バイ隊員で、さっき博士をスピード違反で捕まえた女性でした。ざっとここまでが前回の内容です。続いて今回の1074話、萩原千早は登場した時からやけにコナンを信頼していて、コナンの状況説明に耳を傾けます。そして博士の発信機の情報を頼りにコナンを白バイの後ろに乗せて犯人を追跡することとなりました。あ、ちなみに白バイの後ろに人を乗せる行為は定員外乗車違反になるので、良い子のみんなは絶対に真似をしないでね。白バイで博士を追いかける2人でしたが、なかなか犯人にたどり着きません。意外と頭の切れる犯人で、車のナンバーを変えたり博士が持っていた発信機に気がついて発信機を捨てたりなど、コナンたちの追跡を攪乱します。犯人は高速に貼られた検問をうまくすり抜け一般道を逃げることになりました。コナンたちも犯人の動向を察知し、博士のメガネについているマイクの音を手がかりに追いかけます。犯人に近づき、その先の検問でついに捕まえることができると思われたものの、どういうわけか検問には犯人と同じ車両は現れておらず、行方がわからなくなってしまいました。犯人が使ったトリックにコナンが気がついてハッとしたところで1074話は終わりとなります。犯人はどうやって行方をくらましたのか、博士は無事なのかなど、解決編が楽しみで仕方ないけど、今回の作中であることが確実になりました。それは新キャラである萩原千早の正体です。ホピは前回の考察でこの謎の人物の正体に迫りました。詳しくは前回の動画を見てもらえたら嬉しいけど、ざっと紹介するとこんな感じです。萩原の名字から安室さんの警察学校時代の同期であり、7年前に爆発に巻き込まれて殉職した萩原健二のお姉さんだと推理。また萩原健二には姉がいることも明かされていたので、今回のシリーズで満を持して登場したと考えていました。その萩原千早の正体が今回の1074話で確実なものとなったのです。それはコナンと2人で犯人を追跡中の一コマ。犯人は追跡中、千早はコナンの天才的な推理を目の当たりにします。そして千早は天才的な推理を披露するコナンに萩原健二の影を重ねて見ていたのです。ちなみに萩原健二が描かれるのは原作だと今回が2回目。そんなレアキャラをわざわざ登場させたとなると、萩原千早の正体は萩原健二の姉で確定と言えるでしょう。萩原千早の正体はほぼ確実なものとなったけど、今回の話では一つ不思議なシーンがありました。それは神奈川県警の横溝十五警部の反応です。横溝警部は双子の警察官で、映画でも登場しているおなじみのキャラクター。いつも現場を荒らしまくるコナンを厳しく注意できる数少ない警察官ですね。
高速道路でコナンを助けた千早は小五郎と蘭にレストランに戻るように伝えます。レストランに戻った小五郎と蘭は横溝警部と久しぶりの対面を果たしました。お久しぶりですと丁寧に挨拶をする蘭に対して横溝警部はやはりあんたら死神一家かとあんまりに失礼すぎる一言。どうして横溝警部は死神一家かと失礼すぎる言葉を放ったのか、それが1074話最大の謎ではないけど、さすがにひどすぎる一言ですよね。今回考察する不思議なシーンはこの後の場面で登場します。蘭は横溝警部に状況を説明し、コナン君は千早って人と一緒に犯人を追跡中ですと伝えます。すると横溝警部はまさか千早があの坊主と一緒にいるって言うのかよと心の中でつぶやき、かなりゾッとする表情を浮かべていたのです。横溝警部はコナンと千早が一緒にいる状況はありえないと感じている様子でした。どうして二人が一緒にいてはいけないのか、横溝警部はこれまでもコナンに会ったことがあるので捜査に首を突っ込みがちなこともしているはず。そう考えると千早と一緒にいるだけでゾッとした表情を浮かべたのは何か裏があると思えないでしょうか。横溝警部のゾッとした表情についてホピが IQ4869 の頭脳をフル回転させて導き出した答えはこんな感じです。まず千早は弟が殉職した7年前から事件の解決に向けて必死に活動していたと考えられます。今回の1074話でもコナンを見ながら弟の影を思い出すほどだったので弟に対する気持ちはかなり強く、何が何でも自分が解決したいと思っていても不思議じゃありません。その思いは同僚たちも知っていて、横溝警部も千早の悲しみや苦労を知っていたと考えられます。そんな中やってくるのが弟が殉職した事件が解決する揺れる警視庁1200万人の人質です。この事件は7年前に萩原健二、3年前に松田陣平が殉職することになった事件の続編でした。その事件を解決に導くのがコナンです。コナンはなんやかんやあって爆弾処理をすることになります。爆発を避けられない絶体絶命の状況に陥りながらもなんとか爆発を回避して犯人を特定し事件を解決に導きました。東京中が人質になった大事件なので警察官である萩原千早もこの事件を知っているはず。しかし自分が解決したかった事件をコナンに取られてしまい、とてもショックを受けていてコナンを憎く思うほど悔しがっていたのではないでしょうか。横溝警部は当時の落ち込んだ千早を見ていたためコナンと千早が一緒にいることに驚き、そっとした顔を浮かべたというのがホピの考察です。ただ千早はコナンの推理力の高さをすぐに察知し、コナンの指示通り白バイを走らせていました。そのためコナンの実力を間近で確認し、コナンに対する憎しみや悔しさはほとんど感じなくなったと考えられるでしょう。今回は1074話で明らかになった萩原千早の正体、そして横溝警部の表情の謎について考察してきました。次の1075話は事件の解決編になるはずなので横溝警部の表情の謎も明らかになると思われます。また萩原千早は2022年公開の映画に何かしら関わってくる可能性が高いです。映画でも白バイを駆使して犯人を追いかけるシーンがあるのか、さらには弟と同期だった安室さんとタッグを組んで事件を解決に導くのかなど、今からワクワクしますね。皆さんは横溝警部はどうしてゾッとした顔を浮かべたと思いますか？名探偵さんの素晴らしい推理をお待ちしております。